ボンジュー中お好み焼き信本に来ました。ここはねすごいマイナーなんですよね、広島駅からは随分離れて、看板も何も立たないんですが、安くて絶品を出すということで来てみました。信本です。今4時なんですが、ここはねノンストップで焼いてるんですよね。行ってみましょう。こんにちは、いいですか？あ、嬉しい。昔のメニューと一緒ですよ。4年前もこれだった。そのガムテープも変わってないというのが何しようかっていうぐらいシンプルやんな、うん、そしたら僕はね肉玉そばのイカ天プラスでお願いします、はい、わお。なのでちょっと地元の料理ねちょっと楽しみなんか一番こういう、いいとこも行ったけど、駅下のいいとこも行ったんですけど、その後にここを選んだ。なのでここは広島ナンバー2ということ。選びに選んだ結果ここに来たんです。広島はね、なんぼでもあるからね。お好み村もあるんだから、観光用に、うんうん、観光用に、観光、そうでしょ。いや、違うんですよ。観光用に、地元の人しか食べないお好み焼きを食べる、ね、パリパリの、おばあちゃんが一人が住んどって、いや、おばあちゃんはけんだけど、うちのお父さんが帰ってきて、私にとっておじいちゃん、おばあちゃんが住んでるの、今は、両親が住んでるの、親は一番いいね。これね、ここで何しようかの思いなのよ。マジが長いけんね。お好み焼きもあるって言ってたから、お好み焼きかな。これなんていうんですか。これ、うん、お餅。お餅。お餅みたいなもんね。お餅みたいな。でもこれがなかったらお好み焼きならないよね。いやいや、そんなことないよね。こうやってから揚げて、こうやって食べるよ。重たいんですか？持っていく？持ってく。重た！上がらん。上がらん。まあまあ、ほんまにほんまに。すごい重たい。作ってもらうんですか？すごい重たい。もう磁石かと、磁石かと思うぐらい。何でこれ？何でな、持ってるけど重たい。いや、3、4キロもある。トレーニング。1キロじゃない。重たい。いや、全然違う。3、4キロぐらい。合わない。これはすごい。これで。で、しかもちょっと熱くて方がいい。ね、大阪ではこういうのはしないもんね。うん、うん、あるのでちょっと今ショッキングに、すげえ。7時までです。7時までです。いい時に帰った。
実はアルコールもないですから。ああ、なるほど。何もないです。何もないですね。今出たおやつに食べてくれた。早い番号。あ、うちのお客さん。はいはいはい。夜ご飯とか、まあいろいろね。おやつじゃない。位置的には最高で、そこの土橋温泉に行って、土橋ね、土橋に行って今入ってきた。あ、土橋温泉に来た。そう。こう凍っての狙ってたんです。ね。それ反対したらよかったね。普通は。ね。いや、ここに来るまでに汗かいてしまってね。今日は爽やかだろ。爽やかだろ。それ反対が。あ、疲れがあれだかいてから風呂入ったから、ね。広島に遠いから、遠かった。ここ。広島行ったら、広島行ったら。すごい怖かった。天使。麺は全然食べなかった、ね、こういうもんなんね。すごいな、うん、あ、胡椒かけてくださいって書いとったよね。うまっ、手作り。何かも古いんだね。はい、どうぞ。手作り感なんですけど、ごっつい大盛り。すごい。これでもキャベツでドーン。うわ、すごい。お皿あげましょうか。いや、そうですね。ああ、そういうことか。テーブルが汚れたら。いやいや、それはいいですけど。ご主人も一緒ですか。はい。そしたらテーブルを汚さないと。学生さんとかそうなんですか。しかも。学校に行って、今の子供もね、だけど僕の子はおらない。子供もね、おらない。あ、そうですか。うん、今頃か。いやいやいや、今頃の子はもうそんな家庭じゃないけど。コンビニ。いやいや、そうじゃなくて、一人で貸すようなことはしてないからね。おー、一人でね、学校帰り食べるような子いない。いないです。へぇー。それは、ここやらね。あ、これは行けばあるかもからど、ここないしね。いやいや、うちはもう全然。荷物はどこにあるの？いやいや、もう置いてますよ、私の家に。あ、もう家から、もう行ったらいい。そう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 。はい。もう2日目、1日目。あ、顔を見ておけ。もちろんです。あ、そうなん、いやいや。今来てくれ。なんもなんでも。あ、そういうことね。まだ観光客だというか、まあ、外国の方も含めてそんなにね、まあ、戻ってきてない、ね、戻ってきてないから、うん、まだまだ前昔に戻ったみたいな、日本人ばっかりでね。あ、はあ、はあ、じゃあコロナの前はね、すごい外国でびっくりしました。ここでもよう通るようになっちゃったよ。あ、ほんと。いや、この、あの、何人か来ちゃったけど、この裏にあの安いところが泊まるところがあるから、大事にした方がみんな偉いよね、安いところね。そうそうそう。で、土橋温泉に行って。でも日本って言ったらね、温泉に行けたらスーパー銭湯だけどね。スーパー銭湯じゃないけどね、銭湯だね、地元の。昔ながらのね。まあもう、昔は長屋がいっぱい、この辺もあったけど、今長屋がないから。ついてない長屋があったはずだけど、今そういう家がないしね。でも慣れた方はやっぱりああいうところがいいと思って、一人ならね、行って家族なら大変だけど、心の主みたいな人おったおったでしょ。
来てるんですね。すごい。しかもこれまだ10円で使えるってこと？シンプルで、もうこれぞザ・民衆お好み焼きっていう感じでした。最高。のぶもとです。よろしくお願いします。500円で広島焼きが食べれる唯一のお好み焼きじゃないでしょうか。はい、それでは